ヘルシンゲル港ヘルシンゲルはデンマークの都市、シェラン島北東部に位置する、ヘルシンオアと表記することもある。英語では、ウィリアム・シェイクスピアの悲劇、ハムレットの舞台エルシノアの名前で知られる。人口3万5千100人。ヘルシンゲルのハルスは首を意味し、この場合、狭い海峡となる。クロンボー城は最大の観光名所である。ハムレットは城中庭で、 幾度も上演されている。スウェーデンの都市、ヘルシングボリは、エーレスンド海峡を挟んだ反対側にある。ヨーロピアンルート E55 は2つの都市をつないでいる。フェリーも往復しており、休日には、酒税の安いデンマークへ買い出しに、スウェーデン人が多く来ることで知られる。歴史書、レルム・ダニカム・ヒストロカによると、ヘルシング・エルの歴史は、紀元前七十年頃に遡れるとあるが、 この記録は疑わしい。ヘルシンゲルの名が人々に記されたのは、1231年にバルデマー2世の本に登場したのが初めてである。これら二つの地名は、ヘルシンゲルがヘルシンボリの取であり、ヘルシンゲルにおいて、陸を防御し海峡を行き来する船の航路を管理していたものと思われる。中世以前、ヘルシンゲルは人々が品物を売りに来る市場の場所であった。 1200年頃最初の教会スクとオライ教会が建った。かつては教会を取り巻いた数件の修道院があったが、今は教会の建物が残っているすべてであり、現在はヘルシンゲル市教座の聖堂となっている。ヘルシンゲルは、今日1420年代に英陸七0によって創立された。彼は1429年に陸路、 水路など交通で道路を使用するたびに税金を徴収すると定めた。彼は黒煙城を建て、城は1590年代に増築され、ク黒ん坊城と名を変えた。ヘルシンゲル制度の最も古い部分は1200年代まで遡ることができ、かつてのヘルシンゲルの重要性や漁民の村を私たちに教えてくれる。ヘルシンゲルは多くの外国生まれの移民が暮らす。 最も大きなグループはトルコ移民、アラブ移民、ロマである。彼らは市中心部から3キロほど離れた場所に住んでいる。ありがとうございます。